株式会社、慶応ストアは、東京都、神奈川県において、スーパーマーケットチェーンや、慶応電鉄の駅構内の売店や、コンビニエンスストアなどを運営する企業である。本社は、東京都多摩市関戸に所在。1959年9月、慶応帝都電鉄によって設立された。当時の社名は、慶応食品株式会社。 翌1960年4月、井の頭線渋谷駅ビルの完成と同時に、洋食堂、フルーツパーラー等を開店し、以後も各地へ外食店舗を増やしていった。1963年7月、ストア部門1号店となる食品スーパーマーケット、慶応食品ストアを小金井市に開店した。それまで同社には、スーパーマーケットの店舗開発、 運営のノウハウがなかったため、日本ナショナル金銭登録機から指導を受け、投稿ストアの売り場レイアウトを参考にし、東部ストアにて、店員の実習教育を行い、開店にこぎつけた。同年9月には、食品の保開料品、玩具なども揃えた2号店を、下高井戸駅前に開店、その後も店舗を増やしたが、同社のストア部門は、利益が出ていなかった。 1965年には9店舗のスーパーマーケットチェーンとなるが、同社は赤字に転落した。ストア部門の各店舗では、生鮮食品売り場の運営を外部の専門業者に委託していた。1964年、成果部門の直営化に着手したが、この時は失敗している。1967年、6店舗の 生肉売り場運営を委託していた業者が倒産したため、急遽社内に生肉部門を設けた。これが軌道に乗り始めたことから、1968年には水産部門、1969年には生果部門の直営化を始めた。1968年、ストア部門が同社の主力事業となったことに合わせて、社名を株式会社、 京王ストアに変更したが、ストア部門は依然として赤字体質であった。1970年、京王成績桜ヶ丘ショッピングセンターに、ボーリング場を開設した。この施設は当初黒字であったが、1972年から欠損に転じ、1974年の閉鎖後もしばらくは賃料を払う必要があったため、同社の赤字をさらに大きくする要因となった。 1975年度には、同社の累積欠損は113300万円、借入金は5、49600万円に達している。この時同社の店舗数は、レストラン部門15店、ストア部門14店であった。1976年度より、京王帝都電鉄からといった支援策を受けた。同じ1976年。 京王帝都電鉄によって株式会社レストラン京王が設立され、京王ストアはレストラン部門をこの新会社へ譲渡した。この年、京王ストアは黒字に転換し、以後も収支を改善していった。1979年度末には京王帝都電鉄からの支援を辞退し、1980年度には累積欠損を一掃するに至った。後に、 同社は、無借金経営を実現している。京王線沿線を中心とした東京23区、西部や多摩地域を地盤に展開している。また、2016年4月1日に、京王リテールサービスを、九州合併したことにより、駅売店、A、ロット、コンビニエンスストア、K ショップの運営を同社より継承した。出店店舗の詳細情報は公式サイト上。 店舗一覧、店舗一覧を参照。業態としては大きく以下の三つに分類できる。吸収合併した KO リテールサービスからの移管事業。これらの駅売店、コンビニエンスストア業態は、2021年4月21日付で、株式会社、KO ストアとセブンイレブンジャパンが、フランチャイズ化に関する業務提携契約を結んだため、 同年夏から40店舗が順次セブンイレブンに転換される。ありがとうございます。